ちょっと映ってる。よし。ピンポンパンポーン。本日は9月のひなフェスにお越しいただき誠にありがとうございます。会員に先立ちましてお客様にいくつかのお願いを申し上げます。歌って踊る配信を行いますが本当に下手なところもあります。まだまだ成長中ですのでご了承くださいませ。人を傷つけるようなコメントはお控えください。ペンライト、うちわ、タオルなどなどタオルなどなどいつも通り持ち込み可能です。ご近所トラブルにならない程度の声出し可能です。お外での声出しはお控えください。飲食も可能です。たまにはコメントを打ちながら食べてください。うんうん、あはーいって言ってるね。皆さんありがとうございます。ハッシュタグはすべてひらがなでひなフェスで応援ツイートと良ければしてほしいです。後で必ず見ますし公演前にも必ず見ています。ぜひぜひ拡散よろしくお願いします。皆さんこんばんは。 STU48 の岩田ひなです。本日はですね9月のひなフェスということで、なんと9月ね、本当はね私できないんじゃないかと思ってたんですけど急遽休みになったので、はい、できるようになりました。なので告知もね昨日の夕方ぐらいになってしまってね、ちょっと皆さんもあわあわしてしまったかと思いますが申し訳ございませんがね、はい、今月もできるようになった嬉しさをかみしめながらね、今月は、テーマは秋の夜長ということで夜をテーマにしております。バラードとか結構多く入れてたりするので皆さんと一緒にねしっとりとした秋をそして夜を感じれたらいいなと思います。それでは皆さん楽しんでください。まもなく開演です。今しばらくお待ちください。ひなフェス9月もたくさん一緒に楽しんでいきましょう。今日がどんな一日だったかなんて帰り道考えるよね。悲しいことや辛いこともあるさ、楽しいことが勝ち越せばいい。
家族や友達や周りの人に心配もかけたくなくて、無理に微笑み嘘いくつかついて、君だけが抱え込むのはやめて。季節の風の向かう左、足元の花に気づいたり、小さな出会いにそう感謝できたら、僕らは幸せになれるんだ。夕日が沈む空を見ているか、今も受け入れること進むこと教えてくれる、好きな風を飲まない、なもいつかいつも手に入れられること、二人は少しずつ暗くなり、どんどんと光を浮かぶ未来な星たちね、散歩したらグルだね、奇跡は気らしく夢を見よう、沈む空を見ているか、時が過ぎるその背中は美しいだろう、yeah、 それなりの今日が終わり、全てリセットする夜が来るよ、ページを急ぐ君は一人きり、こうして自分のことを褒めてあげないのかね、ちゃんと言ってあげようよ、君が君らしく生きてること。コーヒーより紅茶が好きなこと、前髪をちょっぴり聞いたこと、ピラティスにハマってること、ホラーエールとパクチーが苦手で、ノラジョーズがお気に入りで、几帳面な映画だってこと、一年も近くにいれば素顔だって見るけれど、どうしてこんなに詳しい僕なのか、君は
の声一つでこんなにも変われるって、やっぱり君なんだ、君じゃなきゃダメなんだ。含みになったの君は恥ずかしなく聞いた、同じクラスどこでもいいけど一緒がいいと思ってる、意地悪で聞いた、同じだよ先輩しなくちゃね、キャラ撮るから見に来てほしい、約束しちゃったからね、君は負けるなって叫んでいた。君の声一つでこんなにも変われるって、やっぱり君なんだ、君じゃなきゃダメなんだ。あなたのまっすぐが大嫌いなはずだった、私のヒーローかもね、願って気づいた、胸がキュンと泣いた。はいはい。文化祭一緒に回ろう、勢いで聞いた、休憩中どうせ一人だろう、彼氏面するのやめてよ、嫌いじゃないけど見向いていくよ、一緒に行くんでしょ、二人を噂話笑う声聞かせたら冷やかされるの、君はいたずらに手をつないだ、どんな辛い時も笑顔にさせてやるって、やっぱり君へ笑顔が似合うってことだよ、女もわかってる、さよならの言葉だった、本当はありがとうを伝えたかった、ごめんね、意地張ってごめんね。友達からは諦めないよと笑われた、あいにく諦めは悪い方だ、今夜会える、聞いて話、好きな人はいますが、生きて君が言う僕の気持ち見透かして、私好きな人がいるの、ずっと好きなの、
ちょっとね、ずっと暗いよね、ちょっとなんかねずれてたんだと思う、これ以上あ、いい感じ。はい、こんばんは、やっほー、パチパチパチ。はい、ということでこんばんは皆さん、 ST ハンテッドの岩田ひなです。やっほー、こんばんは。はい、ということでね、いや、なんだっけ、はい、MC 台本持ってきますよーと。1曲目は夕日が見てるか、ん、夕日を見てるかと、2曲目が気についてと、3曲目が抱き合うのはずだったでした。聞いていただきありがとうございます、イエーイはーい、そう、今日はね9月のひなフェスということで、夜をテーマにしております。夕日みたいだよね、これも月なんだけど、これ実はね、なんかぼやけてて夕日みたいでしたねそうで、君についてはね、この曲はなんかしっとりバラードで、私的に一二を表すソングで好きな曲でございます。はい、秋だね、秋だよ。で、大嫌いなはずだったわね、あの今夜会えるみたいなやつが自分的に、あ、夜だと思って入れました。はい、あと文化祭もね、9月から11月が文化祭シーズンらしいので、ちょうどいいやないかーいということで入れました。はい、そう、しっとりねお送りしておりますということで、このひなフェスというのはですね、月に1回私のこのショールームにて行われている、私がセットリストを組んで、この後ろのね、こういうキラキラのやつもやって、衣装も決めてあと何決めてるっけ、あ、そう、演出もね、そう、実はね、ちょっと薄暗くしてるんですよ今日は。そう、薄暗くしてる曲もあるので、この後もあの光にも注目しつつ見ていただけると嬉しいでございます。はい、うん、そう、ね、なんだっけ、あと何喋るんだっけな、あ、そうなの、ここでね、私の宣伝タイムになるんですけれども、現在ヤンマガイベント関東グルメを目指して頑張っております。ぜひぜひ皆さん今日のね配信見て、ちょっとでもいいなとか、ひなちゃん頑張ってるなと思ってくれた方はですね、こちらの左のバナーの下の方をタップすると、私のヤンマが有料グラディアが見れるはずですが、見れるんでしょうかね、なんかたまにね見れないよっていうコメントがあるんだけど、見れる？どうかな、そう、固定のねコメントもしてるんですけど、一応どうかな見入れる、あ、本当に入れる、おお、あ、本当に、あ、よかったわ、それは。そこからねジャンプしてね、私の、ゆるグラビアをできるだけね長くレンタル延長してくれると嬉しいでございます。イベント終了まであと28、29、30、あと3日です。はい、なので9月30日までに、あの9月30日以降もねレンタルはあのできるので、そうなので、なるべく長くね延長してくれると嬉しいです。応援よろしくお願いしますね。ヤンマググラビアぜひぜひ関東目指しておりますので、一緒に頑張りましょう。あー、ドリンスお持ち、ありがとう、お持ちうわー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 、大丈夫かな、大丈夫だな、よいしょ。あ、そうなの、今日前髪切ったの、この横の毛も切りました、この毛ここの毛も切りました、イエイ。さあ、さっぱりしてるでしょね。ということで次の曲にそろそろ行きたいと思います。そうですね、私のこのひなフェスではね、みんなにコメント欄であのなんか絵文字をね、その曲にあった絵文字を大量に打ってもらうんですけれども、それをやってもらおうかなと思いますそうだな、うん、あのあるじゃないですか、夜って言ったら出てくるさ、なんか
夜って言ったら出てくる山地をぜひぜひ打っていってくれると嬉しいです。私が曲歌っている時はね、夜って言ったら出てくるやつ、あ、そうそう、それそれそれそう、なんか どれでもいいんだけど、なんかその夜って感じのやつ、それがちょっと嬉しいな。うん、それにしてもらってもいいでしょうかそう、それを今からね3曲ぐらい歌うんですけど、それをいっぱい言っといてください。たまに月とかにしても OK です OK です。そう、星も OK です。はい、どんどん打っていってください。あ、黒猫ちゃんおしゃれ、 OK ですはい、ではどんどん打っていってくださいね皆さん。それでは次の曲に行きたいと思います。太陽は水平線の彼方を目指して歩いてきただらかする夕暮れに、何か言い残してるような悔いはないのか、僕はまだ帰りたくない。やりたいことやりたくないことやらされながら、理想と現実がごっつぁになっている日に、あの空とこの海がほら分かれてるように、交わらないものがあるってことさ。都会で暮らす僕は窓しか見ていないらしい。やるせない孤独の時、泣き言を誰に言えばいい。夜よ僕を詩人にするな、綺麗事では終わりたくない。生きることに歌はでいたい。次の朝がやってくるまでに、今持ってるものは捨てよう。丸裸になって気づくだろう、暗闇のその中で目を凝らしてみれば何かが見える。自分が輝いているその位置と、自分の回転されたに見られてる自意識、今何聞いていた人を知っているのか、僕は始まってもいない。欲しいものいらないものも見さえ人に聞かなくて、手を伸ばしてしまう若さは一番の孤独だ。でも本当その分別があることというなら、永遠にお手紙なんかなるものか。ふるさと捨てて僕は絶対暮らせないだろう。水平線見えなければ今いる場所がわからない。夜よ僕に歌わせるなよ、想像だけの愛の世界は凄い思いやりばかりで説得力がない。どうせならばもっと生々しく、お互いの正体を明かそう。取り繕っていても虚しいよ、暗闇のその中で聞こえてくるのは希望の足音か。防波堤の上に立って僕は叫んだ。波の音よりも大きく、自分へと届くように。
今の愛は一センチ先が見えなくて手探りをして求め合った深い闇よ僕は何を見ていた感じて知っていたのだろう切ないなどが無限大と勘違いしていたよ消えてしまうのももう悲しいの外へ記憶は散らばるだけ輝くことのない星絶望が全て飲み込んでゆくわずかな光やらも僕の胸を引き締めてたぬくもりさえも沈み替えて私の奇跡がこの闇を咲いても太陽なんて見えないだろうずっとどこまでも永遠に君の桜と追い続けて僕は深い闇に息を潜めた消えてしまおうその悲しみの外へ記憶は散らばるだけ輝くことのない星絶望が全て飲み込んでゆくわずかな光や音も僕の胸が抱きしめてたぬくもりさえも見つぶされて銀河系の彼方答えのない命は輪廻するせいなのか
らになればいい。光はいらない星たちよ、出てくるな。今は世界から世界から忘れられたいよ。一つの恋が終わった、こんな切なさを僕は知らなかった。歌を閉じたままで涙、枕になればいい。光はいらない、星たちよ、出てくるな。今は世界から世界から忘れられたいよ。一つの恋が終わった、ということで、暗闇、ダークネス、暗闇もともと3曲続いて聴いていただきました。イエーイはーい、あ、パチパチいっぱいありがとうございます。はい、そうです。あ、水飲んでもね、水飲んで、そうですね、この暗闇の暗闇とかダークネスとか暗闇求むを歌うのは、なんか陸上公演をやってた時にこういうブロックがあってそれ以来にしてみました。暗闇シリーズとってもよかった。あ、嬉しい。そう、 NGT さんの連想曲は2日前じゃないね、3日前4日前ぐらいに新潟のねツアーで会った時もね、ちょっと久しぶりに披露させていただいた曲なんですけど、すごくねこの今月のテーマに合ってるなと思って激エモを、そう、陸上公演してる人はね激エモだったんじゃないかなと思います。エモいエモい。そう、これプラスね、あのドントルックバックとかしてたら知ってるみんな、ドントルックバックめちゃめちゃダンス激しいやつやってたの知ってるみんなそう、あ、誰愛もやってたね、誰のことをってやつね。そうやってたんですよそう、そう、ちょっとめ珍しいじゃないエモいね。そう、懐かしい本当に曲でしたね。あ、懐かしい気持ちになりましたね。ひなもやってて、なんか陸上公演してるんかなっていうぐらいの懐かしい気持ちになりましたそう、いっぱいねみんながあの暗闇の絵文字打ってくれて嬉しかったです。ありがとうありがとう。はい、はい、ということでね、ちょっとでもね私のこのひなフェス楽しいよって、楽しんでるよとか、たなんだろう、もっともっと見たいよとか思ってくれた方はね、ぜひぜひ私のですねヤンマガグラビアの関東グラビアを目指して頑張ってるので、こちらの左のバナーのね下の方をタップして、ぜひぜひヤンマガ有料グラビアの方レンタル延長いっぱいしてくれると嬉しいです。よろしくお願いいたします。はい、今日もねいっぱいみんなが、昨日もね今日もいっぱいみんながしてくれてね、あのランキング、グラビアランキングみたいなのが見れるんですけど、そこに載っててねすごい嬉しいです。ヤンマガ見るべし見るべし、延長するねって嬉しい、ありがとうね、ありがとうだよ。はい、めっちゃね延長できるのでね、できるだけ長くしてくれると嬉しいです。はい今日アクシタがねちょっと 見に来たんですよ、なんか途中
暗闇だったから、暗闇の時になんかクシがすごいダッシュで来たからちょっと笑ってしまいました、はい、ね、そう、園長さんありがとう、園長しかありがとう、はい、ということでね、続いての曲に行きたいと思います。はい、続いての曲は、どうしようかな、じゃ星系を皆さんいっぱいコメントしてくれると嬉しいです。よろしくお願いします。それでは聴いてください。星いっぱい打ってねゆば登り沈んでゆく
息をつくと胸に響く誰かからいつか言われたけど胸に募るこの切なさ言葉にできないまたあなたのこと考えてたきっと夢に呆れられるできることならばもう私だって少しだけでも忘れたいよ愛とか恋以外夢中になれるもの一つくらい何か見つけなきゃね寂しさが追いかけてくる青ざめた東の空ねじりから流れている涙はいつの日か消えるのかなもうあなたのこと考えないきっと無理だと分かっているそれが叶わないそれがいいのにずっと頭を離れないよまたあなたのこと考えてた窓の向こうを眺めながら何かしてないとそいつの間にか同じ景色に迷い込むのどうにもならないと分かっているでしょうそんな自分をそっと抱えてるはい、ということでありがとうございました。今月の日のフェスは終了となります。またお越しください。皆さんありがとうございました。アンコールありがとうございます。この曲が本当に本当に最後の曲になるので最後の夢で皆さん楽しんでいきましょう。オレンジ色の三日月が空の端へ
滑ってるみたい、天はくらい、できなかったの、あなたが憎たらしい、ずっと待ってたのに、今日は仕事が忙しいことなんて、私にだってわかっているけど、一人きりのアスファルトは足元が寂しすぎて、空き缶の一つ蹴りたくなる、泣きたくなるほどあなたに会いたい、今すぐこの空を飛んで行きたい、どうしてこんなに好きになったんだろう、本気になるつもりはなかった夜風の仕業。あ、いいですね、いっぱい夜の絵文字送って最後まで楽しんでください。待ったらあなたに会えるの、夜のまま夜明けまでここにいようか、どうしてこんなに無気になってるんだろう、明日になればまた会えるのに帰りたくない、ということで皆さん聞いていただきありがとうございました。今月のヒロフェス見ていただきありがとうございました。イエーイ最初から最後もね、とってもいい曲、なんかしっとり秋って感じましたかね皆さん9月感じれましたでしょうか。おーよかったです楽しかった、よかったです、私も楽しかったです。はい、あ、夜風の仕業素敵でした、嬉しい。私も夜風の仕業すごい好きなね曲で、ラブって感じなので歌えてよかったです。秋来たねって、あ、よかった、秋来たよみんなにはい、よかったです、癒された、嬉しい、そう言ってくれて、秋でした、よかった、秋ですはい、ということでね、今月もヒノフェス、ハッシュタグはこのひらがなヒノフェスでね打って、皆さんあれしてください、拡散してください見ますのでね、ぜひぜひ、そう今ねやってる公演の公演中もねやってくれてる方もありがとうございますはい、ということでね、ちょっとでもね今日のヒノフェスがいいなと思った方はね、ぜひぜひ左のバナーの下の方をタップすると山ググラビアが見れると思うんですけど、現在山がイベント中でですね、1位から3位のその有料ポイント数が高かった子が関東グラビアを飾れるということで、関東グラビアを目指して頑張っております。ぜひぜひこちらの山形さんね、レンタル延長いっぱいねできるだけ長くねしてくれると嬉しいです。9月30日までにそのレンタルの延長をねもういっぱいできるだけ長く9月30日以降もできるのでね、よろしくお願いいたします。はい、
皆さんもねいっぱい宣伝してくれてすごい嬉しいのでね、この後はアフタートークもありますので、その配信でねお礼も言っていこうと思います。イエイイエイイエイ。アフタートークも見てくれますか皆さん。今日のアフタートークはちょっと長めにやろうかなと思いますので見ててください。このチャンネルはこのままで。あ、ランキングもね読まさせていただきますのでね、ランキングも載ってる方はねこのままにしててくださいね。はい、ということで以上シティハンテッドの岩田ひなのひなフェス9月でした。ありがとうございました。でこりー、またすぐ戻ってきます。ありがとう。バイバーイ。アフタートークってコメントあのテロップにしようと思ったらさ、アフンみたいなやつに変換されて、アフンってなんやねん。で、オッケーと。はい、ということで改めましてこんばんは。はい、アフントークではなくアフタートークでございます。よろしくお願いいたします。はい、ただいま。こんばんは。お疲れ様、お疲れ様です。皆さんも今日も一日頑張ったかと思います。お疲れ様です。ね、本当はひなフェスさ土日とかさ金曜日にやりたいんだけど、いつもさ土日と金曜日がさなんかやってんのよ私。なんか仕事やってるからさ、イベントだったり公演だったりなんかやってるんだよ。そうだからできなくてごめんねの気持ちです。見れない方もね多そうだね。こんな今日は水曜日だ。言えない方も多そうなね水曜日で申し訳ない。そう、あ、ゆかさんの仕業予想通り嬉しかった。そう、今日のねアフタートーク振り返っていこうのコーナーは夕日が沈む空を見てるか、夕日を見てるか、だいたいねこれ私多分間違えちゃう。これはなんかこの曲から始まったらなんかこう夕日が沈んで夜になってみたいな感じにできるかなと思ってこの曲をね一番最初に入れました。あ、水曜休みなの、よかった。奇跡的に今日だけ早く帰れたなんで見れてよかった。それはよかった。じゃあで君について、なんか今回バランドなんか秋に聞きたい曲は何だろうと思ったら、私秋に君について聞きたいと思って。そう、君について好きでね秋に聞きたいしかもみたいな思って入れました。そして M さん大嫌いなはずだったわ、乃木坂46のあの46さんのさよりんご軍団さんだよね多分のハニーワークスさんがコラボしてる曲で、あのすごい好きなんですよこの曲。そう、そうさっきも言ったけど今夜会えるみたいな、夜がつくね、今夜会える、こりゃ夜が入ってる、しかも文化祭秋だなっていう感じで入れました。綺麗なお姉さん系、本当に今日はちょっとバラード系なのでお姉さんな感じにしてみました。
お姉さんみたいに。どう？お姉さんだよ、私は二十歳だからね。お姉さんですよーっと。お姉さんですよー。あ、大人の雰囲気全開だと嬉しい。お姉さんですから。はい。で、MC やって、暗闇ね、暗闇をもう絶対入れようと思って、こんな夜よーみたいな言ってるから、暗闇は夜って入りすぎてるってぐらい入ってるからね。そう、でもフルで披露しました。フルで一人で歌うの珍しいのでね。はい、レアでございます。そしてダークネスと暗闇求むたちの歌ったですけど、そう、本当に陸上公演思い出した。エモい陸上公演好きだったなって、私の青春。青春です。陸上公演は青春です、私の。そう、え、初の生誕祭とかもね、確かにこれだったね。書いてあるんだよ、ダークネスの振り付け。はい、難しいんだよね、ダークネスの振り付け。今でも上手に踊れるか不安だもん。そう、よし、ね、暗闇もともちょうどね、新潟でもやって、ちょうどだし、ちょうど。で、君の第二章と、またあなたのことを考えてた。君の第二章は、そう、眠れない夜とか、暗闇の中でもがいてたとか、結構その夜と暗闇が入ってて、ああとってもぴったりだと思って歌いましたね。川栄李奈さんの卒業シングルじゃない、卒業ソングだ、卒業ソングです。懐かしい、私この曲 CD 買ってね、聞いてたから懐かしい。君の第二章。音源がね、ちょっと短いやつしかなくて、短いやつだけにしました。ちょっと短かったんですけど。またあなたのこと考えてたわ。1,2 を争うぐらい好きなバラード曲ですね。1位かもしれない、めっちゃ好き。クシちゃん、クシちゃんかわいいね。クシちゃんが見てる、こっち見てる。そう、またあなたのこと考えてたは神曲だよね、そう思わない？ねえ、言われてる、クシちゃんが。そう、クシちゃんも注目ソング、そういうことです。クシちゃんもソング気になってる、ソングきっと。で、最後は夜風の仕業を歌って終わりました。夜風の仕業もいい曲だよね。なんかこう本当に秋に聴きたくなる感じの曲だなと思ったので、最後に持っていきました。こんなにね、しっとりな感じのひなれさん初めてだったんですけど、まあ一回ぐらいはね、こんぐらいしっとりなね、ひなちゃんを見せて、大人のひなちゃんを見せてもいいかなと思って。はい、しっとり大人のひなちゃんが見れましたかね、皆さん。どうだ。え、そう、ゆきりんさんのそういう曲。あ、夏とのギャップが、確かに。ギャップがありすぎて耳がキーンってなりそうなぐらいね、ちょっとギャップがあったと思うんですけど。そう、やっぱ夏ね、めちゃめちゃキャピーガピーしてたので、急にしっとりな、大人、しっとりお姉さんです。どうも。はい。
そう、山形でも大人ひなちゃん見れます。本当にそうだよ。そう、大人ひなちゃん山形でも見れるかもしれないのでね、関東グラビアなんかなったらね、もっと大人なセクシーひなちゃんが見れちゃうかもしれないので、ね、ぜひぜひ皆様左のバナーの下の方をタップして、山形有料グラビアぜひぜひレンタル延長してくださいませ。そう、してくれた、みんなしてくれたかな。うんうん、大人の階段登ったねって。おもろいな、大人の階段登ってるよ、二十歳だもん。うん、炎上したよ、嬉しい、ありがとうだよ。お礼も読んでいこうかなと今日は思っているので、ちょっと読んでいっていいですかね。山形さんのその有料グラビアの方を感想ツイートをするっていうのがあって、それをねしてくれた方のねお名前を読みしますよ。ねえ、はい、行きました。ドリーさんをひなむすべきになった方もぜひって言ってくれてる。そう、ぜひぜひこのひなむすべき的になった方、左のバナーの下の方をタップして、山が延長いっぱいできるだけ長くしてくれると嬉しいです。よろしくお願いいたします。そして D さん、わあ嬉しい、そうこちらこそありがとうですよ、本当に。そしてジェットワンさん、あ最後の追い込みで延長しましたって、そうなの、もう最後残り3日ということでね、最後ですよ、ドキドキ、ぜひぜひ延長ね、いっぱいよろしくお願いします、最後まで。そしてドリーンさん、あニコニコってニコニコありがとう。パンタさん、あとゆかレンタル延長しよう、そうしようって、個人的お気に入り第4位は19分の32ページ日差しの中水をまく姿、特に下の方の自然な表情が好きです。わかるよ、うん、ひなもだいぶ読み込んでますからね、この有料グラビア。水まくやつのね、いいよねあれね。そう、ぜひぜひ気になった方はこちらの左のバナーの下の方をクリックして、山形グラビア見ていってください。ありがとう。しけさん、癒しをもらって今日も頑張りましょう、今日はひらフェスもありますよって、ひらフェスの宣伝までありがとうございます。ジャンキーさん、明日スパート延長しました、ひなちゃんここからがすごいぞって、嬉しい、ありがとう、ここからまだまだ盛り上げていきますよ。アッキーさん、延長しました、あとは自分のいいところ出していこうって言って、ありがとう。そう、私も延長してくれたみんなにね、感謝の気持ちを込めてね、いっぱい活動でねお返しできたらいいなってすごい思うので頑張ります。ありがとうね。そして瀬戸京太郎さん、うん、有言実行、多いに結構見えないところも努力を取らない、これぞ無言実行、無言でいいのか、無言とか、すごいかっこいいことを言ってくれております。そう、頑張れる時に頑張れ、押せる時に押せって言ってくれて、そうですね、ぜひぜひあの時やるちゃんのこともっと応援していればよかったかもなって思わないように。山田さんね、ぜひぜひレンタル延長してくれたら嬉しいです。こちらの左のバナーのね下の方をタップしたら飛べますので、リンクによろしくお願いいたします。ナリンさん、自分に負けない強さがどんな壁も壊していくって、ありがとう、壊していこう、うんうん。個人ファンクラブに入会したら好きになってくれ。個人ファンクラブもね、そう頑張っておりますので、ぜひ
やつのこと好きならやつも好きです。はい。スケさん、今日も頑張る元気の目の元ってありがとう。ライトホールさん、みんな頑張ってる。エステホテルという存在がたくさんの人に伝わってもっと愛されるグループになりますように、おしめの夢が叶いますようにって、ありがとう、ね、みんな頑張ってるからね、そう私も頑張ろうって負けないように、やっぱ一番ね、予想しててよかったってみんなに思ってもらいたいのでね、頑張ります。瀬戸陽太郎さん、光彩は輝いて存在を放つ、人の呼吸にいてインターバルを置き、瞬くものもあれば瞬発力を発揮してひときわ目指すものもある、まるで意志を持つかのよう。ありがとうございます。そう、いっぱい背中をねみんなに押してもらっているので、私もたくさん押せるような、そんなねどこ活動を呼んでね、ほんと見せていこうと思ってるので、そういっぱい声援を惜しまないでこれからも押してくれると嬉しいです。ドリンさん、ありがとう。いつだって輝けるって信じてる強い心、だってそんな勇気や希望をくれたひなちゃんだからだもんって、嬉しい、ありがとう。みんなにいっぱいもらってますよ。つーさん、来月以降も毎日見れるようにするといいことあるかもですよ。そうだよ、みんないいことあるかもしれないので、ぜひぜひ9月30日までに、9月30日以降の分もレンタル延長してくれると嬉しいでございます。よろしくね。左のバナーの下の方をタップすると見れるよ。ずっとマイク持ってた。本当だ、ずっとマイク持ってた。職業病。マイクをさ、置く場所がさないからさ、マイクスタンドみたいな、岩田ひな4番みたいなやつがないからさ、そう地面に置く癖がなさすぎて、地面に置くの申し訳なさすぎて、マイクを地面に置けないでいた。怖い、うん。職業が怖い。はい、明日もうすぐ私も寂しくならないようにいっぱい見ようね、いっぱい見てほしい、ぜひぜひ。月さん、一度ご覧あれ、癒されること間違いなしです。嬉しい、もういっぱいやってくれている。戦いもあと5日ほど、ラストスパート頑張りましょう。ありがとう。瀬戸陽太郎さん、一挙手一投足目が離せない、かっこいい。目を離さないでいてください。ドリンさん、肉のまま気になった皆さん、ここからさらにあざといイラちゃんが存分に見れますので、ぜひ肉のまま、ね、ご覧になった皆さん、キス顔を見てしまったそこのあなたは、ぜひぜひ山川さん、こちら左の場の下の方をトップして、ぜひぜひレンタル延長よろしくお願いいたします。そう、つけさん、あんたも今日でひなちゃん推し、ほらエスティーユー拡張率かわいい。ひなちゃん推し、ありがとう。ぬしょうさん、クマありがとう。クマつつて、ドリンさん、青いホースで水をまこうか、あ、じゃなくて黒いホースで水をまこうか。そうなの、黒いホースで水をまこうかしてるので、ぜひぜひねチェックしてみてください皆さん。ライトパンさん、奇跡を信じて再び3位へ。そう、何回かねグラビアランキングね、すごい3位とか乗ってて嬉しい。あ、山川園長25回以上できるのかな、どんぐらい延長はできるかがね、なんか言ってくれたファンの人いたんだけどね、忘れちゃったんだよね。ドリンさん、皆さんもひな沼チケットをゲットして、過去有料購読ね、ひな沼へダイブしよう、ということで、ぜひぜひね、ひな沼チケットをこちらからですよ。つーさん、
無料のを見たけどこっちもまだだよって方ぜひぜひ見てください。そうぜひぜひ見てください。レミちゃん延長したいめちゃくちゃ可愛いのでひなちゃんとのおうちデートを妄想しながら全人類に見てほしい。確かにおうちデートって感じ本当に。うん、左のバナの下の方をトップしてぜひぜひ見てみてください。すきさん、皆さんの可愛さは全国共通して手を広める入り口になれる存在。嬉しい、ありがとう。あちさん、もう少しで私もずっと見続けていたい、見続けて。やたかしんさん、皆さんの山賀のグラメはもちろん最近のインスタもますます可愛くなって綺麗になってるのでレンタルや延長してもっとグラビア見たくないですか。さっき聞いたメールのウサギにやられたわけじゃないからねって。そうです、メールにあのモバイルメールっていうのね、 ST があるんですけど、メールにね、そうありがとうの本当に応援してくれてありがとうの気持ちを込めてね、写真集のさバニー姿をさオフショットを載せたのに、みんなちょっと喜んでくれて嬉しかったです。そうみんなにねちょっとでもねあのやる気と何だろう、応援ひなちゃんもありがとうの気持ちを伝えたくて、そう。うん、で東京太郎さん、全人類的に回しても君を守る、いやん。美味しい。そう、ぜひぜひ一緒に戦いましょう。土味噌さん、延長しといたよ、可愛すぎて職場の人におすすめとお願いしました。ありがとう。合ってるよ、やり方。チャキーさん、ひなちゃんはレベルの高い合格点を超えるグラビアオールウェイズ出してくれる。ダメな話してたのジロネタです。そうですね、やっぱオールウェイズやっぱそのこの時のグラビアを超えたグラビアをね、関東グラビアでは見せたいなと思っているので、ぜひぜひ皆さんレンタル延長よろしくお願いします。かずきさん、写真集と違って清楚なやつ見えてとてもいい、写真集もぜひ見てくださいね。あの写真集の宣伝までありがとうね。ここから読んだのか、うん、ここから読んでるね。ということで本当にありがとうございます。皆様たくさんのね山が乾燥していただき感謝でございます。はい、うんうん、そう、あ、乾燥してたの、あれ、なんかたまにねあれなんで、あ、見れない人がいるんだけど、なんかツイッターのなんか認証をしてないとみたいな、なんだ、なんて言ってたっけな、ママ、ちょっと待ってよ。なんだっけ、なんだっけ、ツイッター、あ、X か、X のメールアドレス、電話番号のどちらかが認証されてない場合、そのアカウントに関しては検索結果に表示されない仕様になってるみたいです。ということで、もしかしたらあれしてないのかもしれない。ツイッターの電話かメールなのか。そう、今検索結果で出てないのかもしれない。そう、私は、
さん、ヤンマグ選抜に入ってほしいから少しだけんちょひなボディが見たいなっていうのもちょっと出てきたけどありがとう。いやでもな、この検索じゃないな、読んだ気もするしね。あれしてないのか、電話かメールの認証をねしたらね、今度また私読むと思うので、配信で。そう、 X さんでね、電話かメールの認証しておいてください。なんか検索結果って表示になっちゃうらしいのでね、よろしくお願いします。ということで今日はアフタートークなんですけど、アフターひなフェスをしていこうかと思います。アフターひなフェスってなんやねん、むしろひなフェスってなんやねんって感じの方はですね、ひなフェスとは月に1回行われるこのショールームにて行われる、ひなちゃんが演出、セットリスト、衣装、セットなどを考えた、とても簡単に言うとお家でやる公演でございます。ちょっと私のイヤホンがぐる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 になってて、ちょっとアフターフィナフェスって何イヤホンをぶっ刺してですね、カラオケするってことですね。つまりすいません、ちょっとイヤホンがぐるぐる巻き巻きでね、ごめんなさい。あ、そう、ダブルアンコールみたいな気持ちでダブルアンコールしてもらってないけどね、してくれるみんな、ちょっとイヤホンやってる間に。よいしょよいしょ、よいしょよいしょ、はい、あー、いけた。うん、あ、僕も延長したけど生まれませんでしたかな。ひろゆきさんありがとうね、とここのコメントでお礼を言う形になってしまいますが、ありがとうございます。アンコールしてくれてる、あ、ダブルアンコールありがとう言わせた、ダブルアンコールを言わせるアイドル、はい、よいしょ。ちょっとヤンマガもみんなにぜひとも見ていただきたい、レンタル延長いっぱいしていただきたいという思いも込めて、今日はみんなの歌ってほしい曲をぜひぜひリクエストしてね、皆さんにコメントに送ってください。歌うかもしれません。あ、そうだ、今日前髪切ったんですよ、言ったか、ここのね横の毛をね切ってもらおうと思って、そう、前髪もちょっと切ってもらおうと思ってたら高くなってた、値上がりしてたこの横の毛切るのに1000円かかって、ピン、プラス1000円だった、いつもよりもね、いつもよりもプラス1000円だった、この横の毛1000円かけてますそう、値上がりしてましたそう、美容院行ってきたんよ。虹の作り方、あ、確かに私このヤンマガグラビアさんで虹作ってるんで、ちょっと虹の作り方歌っちゃおうかな。あ、だだ、荷物の2になっちゃった。虹の作り方、あ、待って、何、漢字が違う、あ、出てきた、よかったわちゃ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 してますが、
じゃあね、ちょっとき、ぜひぜひこちらのね、左のバナタップしようかな。悩んでる人もね、背中押します。演奏しようかな、もうちょっと悩んでる人も背中押していきたいと思います。それでは聞いてください、虹の作り方。ノリで2番まで歌っちゃえた。はい、あんまね2番歌わないんですけど、ノリで2番まで歌っちゃいました。はーい。そう、どうだどうだどうだ、
デート延長してくれるか。こうやってやったら持たないで 歌わずに済むじゃないか。なんかあれみたいな、あの呼吸器呼吸器みたいな出るけどな、鼻のさここにやるやつよいしょ。髪がもはってよいしょ。あ、ゆるくなったよいしょ。あ、おばちゃんお待ちありがとう。もちよーし、なんかもしあれはリクエストしてね。あの山が延長してくれてるんで、みんなにあの感謝の気持ちを込めて歌っておりますので、はい、ぜひぜひ歌ってほしい曲言ってくださーい。うん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 、そう今日のひなフェスもね歌ってたから喉は開いてるぞーっていう。ハロウィンナイトは来月まで撮っておこうよおお、29日大阪行きますって嬉しい。そう、お話し会の受付もね実は再販が始まっておりまして、上の方タプスはねお話し会も行けますのでね、会える約束しといてねうん、あ、機能的リフレインいいよ。君がいるとなぜかわかった。日差しの向こうから不意に近づく予感がしたよ。本当の恋だから不思議なことがある。偶然が続くのは好きすぎて好きすぎて好きすぎて、もう僕は君以外見えてない。未来の答えを出会った日から探してる。好きすぎて好きすぎて好きすぎて、この胸が切なくて苦しくて、諦めかけてもまた好きになる希望的リフレなんか舌足らずになっちゃった、すいません舌足らずだったね最後希望的みたいな、なんであの舌足らずに歌ったの私は。よいしょ、あま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 あ、突然のリップ塗り塗りタイム。なんか自分の声聞こえすぎるの。一個外した方が歌いやすいのかもしれないぞ。どうだ、うん、パチパチ盛り上がってきたな。やっぱ夜だからね。夜だ夜だよね、うん、夜だ夜だうん、そう今日は
関東グラミア祈願としていっぱい歌ってあおうかなね。歌ってあおうかなね。あ、クズなので言い訳ビビ、そう、言い訳ビビをさ入れるか悩んだんだけど入れなかったから歌おう。超悩んだんよ。9月のそよ風だからね。休みの間会えずにいたらだからね。どうやって選ぶの？あ、これか。そう悩んだけどあれでやったから、ひなフェス、ひなフェスじゃない、ファンクラブイベントでやったからやめたんだ。自転車立ちこぎの汗が揺れる9月のそよ風、休みの間いたい Maybe Maybe 好きなのかもしれない。青い空には雲は一つもない。知れない、それが恋だとわかってるけど言い訳 maybe。 はいはいはい、書きながら次の曲のリクエストを待っておこう。走る黄色の電車がスピード落としたら、今日も君が乗ってくるだろうか。ポニーテールの日はテストがあるんだよね、気合い入れるんだって。少し離れ僕は外へエールを送った。それは恋と呼べるような確かなものじゃなく、自分でも戸惑ってる感情だ。こんなに切ない朝が来るなんて今まで予想もしなかった。ときめきなのか抑えてた何か叫ぼうとしている。本当の気持ちをはっきりできたら、この胸のモヤモヤ消えるのか。何もしない、何もできない日々はセンチメンタルトレイン。イエイイエイ。ノリが違う。
うたせて前の駅友達に通りてく、はいはい、あ、違う曲のねリクエスト送ってってくださいね。わかる、守ってツアーとか、なんだっけ、なんかでやってたんだよな、センチメンタルトレイン。そう、あ、ちょっとでもいいなと思った曲の歌は、山がこちら左のバナーの下の方をタップして山がグラビアぜひ見てください。いっぱいレンタルしてください。で、以上好きなタコマグほど、どうしてこんなにキュンキュンするんだ、君のこと考えだけで何も手つかず、また朝のことを思い出している、自分の気持ちを認めてしまえば今より楽になるのかな、でも直接言葉にはしたくない、各駅停車、はい、卒業までの一日また一日、すべてが輝きながら、この電車どこへと向かうのだろうか、こんなに切ない朝が来るなんて今まで予想もしなかった、ときめきなのか抑えてた何か叫ぼうとしている、本当の気持ちをはっきりできたらこの胸のもやも焼けるのか、何もしない、何もできない日々がセンチメンタルトレイン、走り続ける、あそこ好き、卒業までの一日また一日、すべてが輝きながら、ここが好き、一番ここが好きです。ね、わかる、嬉しい、大共感だよね。どうだどうだどうだ、なんかね、いいなと思う曲がね、ちょっと何個も先コメントで見かけて、そう、どうしようかなと思って、どうしようかな悩むな。大人列車多いな、大人列車でいい、トレインとかけてるってこと、みんなトレイン縛りってこと、ちょかわいくてごめん、はい、した車輪、君が登っているのに、駅のホームで数秒、僕は間に合わなかったと、毎晩街へ向かう噂聞いていたけど、まさかこんなに急だと知らなかったよ、さよならを言えば自分の気持ちちゃんと整理できたのだろうか、大人でさ僕はまた乗れぬまま、見送りながら胸の僕の痛みに何か教えられる、こんなに
壺の縁で光を探すように、悲しみ克服してゆく。はいはい、どうぞどうぞリクエスト送っちゃってください。ちょっとでも気になった方は左のバラの下の方をタップして、私のグラフィアいっぱいレンタルしてください。ASMR みたいな、お願いですか。ポンポンポン、言い方説明でしょ。なんかいや、ゴゴゴゴゴってグリーンフラッシュ好き。ちょっと今日はねバラードを歌いたい気持ちだから、やっぱいっぱいあのバラードを歌って、バラードを歌いたいだから、グリーン FL ん、なんだ SH か違うか、違うかもな、なんだ、うんうんうん、AKB さんの曲で探しようかな。キクククククク、つじくちつし、やだで、一人泣くより人混みの中で泣きなよ。滲む街溢れる涙、喧騒は君に優しい。彼の日近づいたことくらい分かってたはずなのに、なぜスライ本当は好きだったんだろう。恋だって認めなかったピンロー、強がっても心は丸見え、沈んだその声もレラビュー、傷ついてそう痛くてもちゃんと強くなる。夕暮れが夜に変わる前に、今日のその悲しみは置いてゆこう。ほんの少しだけとラップ笑っていうコメントに笑っちゃった
ラップ、ラップ浴衣、ひなラップどうみんな。ラップ良い。どうかな。うん、なんか一回ひなフェスでやって、あのラップちゃんと覚えたから、うん、歌えるよ。振り向くと寂しくなるよ。前だけを向いて行けばいい。足跡はやがて消えても、後悔の影は消えない。いつか見た古いフランス映画、その中で言っていたそれが、太陽が沈んでく瞬間、最後まで残る緑の光、それを見たら幸せになれる。なんだかいいよね、じゃあね、Miss you。 切なくてただ会いたくてずっと空を見る。夕方が夜に変わる前に、今日の出来事すべて思い出す。明日持っていくことだけを選ぶんだ。もっとゆっくり歩いて帰ろう。ひかりいいしょ、キナラップ。そう、ずっと小屋のやつ歌えないけど、ヘイヘイねえ、ラップ曲 ST に入ったら私多分ずっと縦乗りしながら歌うよ。こうやって歌うよ。うん、涙がいっぱい流れるのは心を消毒してるんだ。辛くなるだけの恋のイルスは洗い流してしまおう。失恋をしたその数だけ人は誰かと出会うんだ。その不安に負けないで Just say stronger。 夕暮れが夜に変わる前に、今日のその悲しみは置いてゆこう。ほんの少しだけ泊まりもいいよね。明日いいことあるかもしれない。もう少し強くなれたら、そうきっと君にも見える。幸せが君にも見える。ミラーショやめてよ、ラップは任せられないって。任せられるかもしれないじゃん。いや、わからないじゃん。いやね。わからないじゃんね、みんなね。真夜中は僕だけの時間だ。もう誰も眠ってしまうがいい。本当の自分でいられて息ができる。太陽が昇った大地には光と影ができてしまって、その境目に立たされた時に息が止まる。夢の中なら自由に振る舞えるのに。ここ歌わり。友達と上手にやらなくちゃ、そうもっと楽しそうに生きなきゃ。そんな意識は捨てたい。君と巡り合って僕は楽になった。普通に息を吸って普通に吐いている。君を好きになって肩の力が抜けた。
僕は僕のままで変わらなくていいんだ。好きだ好きだ、声に出してみる。君が君が好きだ、うん、星空をずっと眺めてると、そう眠るタイミングを失う。目を閉じるのがもったいなくて息ができない。きっと世の中にはたくさんの見るべきものが存在していて、僕はもっと外に目を向けて息をしよう。ああ明日になれば、もう一度生まれ変われる。昨日までの自分のことなんてもう忘れてしまっていいんだ。息の仕方変えよう。歌詞深いね。君に教えられた新しい世界よ。思っていたよりも人生は楽しい。君に気づかされた孤独ではないこと。そう僕が勝手に背中向けてただけ。好きだ。皆さんよければね、ヤンマーググラフィア、こちら延長いっぱいしてね、よろしくお願いします。生きることは呼吸すること、急がないでゆっくりでいい。他の人と比べないで、つぶって吐いて自分のペースで。誰か好きになると知らぬ間に微笑む。思い浮かべるたび幸せな気持ちに。君と巡り合って僕は楽になった。普通に息を吸って普通に吐いている。君を好きになって肩の力が抜けた。僕は僕のままで変わらなくていいんだ。好きだ好きだ、声に出してみる。君が君が好きだ。はーい、息をする心でした。さっきね、ちらっとコメントで息をする心って書いてあったので歌ったよ。さっさっさ、見てた見てた、うん、あ、うん、今日もかわいい、ありがとう、かわちぃ、ありがとう。そんなかわちぃ曲歌ってないけど、今日かわちぃ曲歌っとく。なんか超かわちぃ曲なんかあるかな、なんかあるかな、超かわちぃ曲あるかな。あったよ、みんな超かわちぃ曲を歌いたいと思います。初めはピンとこなかった、ちょっと面倒な気がしてた。聞かれることだけ黙ってうなずいた。いい人だとわかったけど、まるでタイプじゃなかったからよ。
仲良くならないつもりだったのに、どこでどうしちゃったんだろう、私知らぬ間に恋に落ちてたの。何がきっかけだったのか、入り口を思い出せないのよ。ハート型ウイルスにやられてしまったみたい、どんな注射も効かないわ。あなたのことばかり考えてしまうの、何も手につかないくらい。どうだみんな、山川演奏してくれたかな、どうだろう。してほしいな。ぜひ左のバナーの下の方をカットして、できるだけ延長してね。今までいなかったような純粋な目をした人、私の中に免疫なかったのね。何がどうしちゃったんだろう、私気づいたらメール待ってたり、ラブソングを聞きながら泣いていたり、女の子の上の空模様。ハート型ウイルスは性格を変えちゃうみたい、あなたに熱あげてよく息苦しくなるの、頭ぼっとしてしまって、愛の意味も気づかなかった。絶対にありえない、そう思ってたけど、なんだか私あなたのことが好きみたい。はい、皆さんキュンとしたらですね、ヤンマカのこちらの左のバナーパワーアップしていただいて、ぜひぜひ延長してください。ハート型ウイルスにやられてしまったみたい、どんな注射も効かないわ。あなたのことばかり考えてしまうの、何も手につかないくらい。何も手につかないくらい。ハート型ウイルスでした。キュルキュルでしょ、キュルキュルの曲でした。ひな型ウイルスだった。みんなはド感染してるんでしょ、ひな型ウイルスに。ここにいる、ここのここの人たちはみんなド感染中なんでしょ。あら、NGT ポテトファンから来ました。NGT ポテトさんのファンなのかな。ありがとう。ありがとう。じゃ。パンデミック。やばいぞー。特効薬はありません。残念。ね、好きな素病だからみんな。ひな型ウイルスの好きな素病にかかっちゃってるから。不治の病。残念。なんか聞きたい
ね、歌ってほしい曲だったら言ってね。あともう、まだ歌える。うん。めっちゃ感激すぎ。うん。ありがとう。ゆるい。押してく？ちょっとここに左のバナーのさ、下の方をトップしてさ、グラビア読まない。え、抱きしめられたらって思い出したんだけど、今日さ、9月のひなフェスがさ、はい、9月のひなフェスがさ、夜がテーマなんだからさ、あの、おしべめしべ夜の蝶々歌うか悩んだんだよね。ねえ、だからここでちょっと消化していい？その曲。うん、さすがにね、一人じゃ歌えないかってなってやめたの。あるのかな？ないかもしれない。ちょっと言ったはいいもの。だってこんな夜って入ってるからさ、ワンチャンあるかと思ったけどないかもな、これ。私ひらがなじゃないのか、これ。え？ひらがなだよね、きっと。え、ないかもしれない。いつか歌うね、どっかで。そう、夜って入ってるから悩んだんだよね。ね、お示しなかった。そう、一人でセルフできないなってなってやめたの。じゃあ誘惑かかった。誘惑があったとか入ってたかな。バンされない、大丈夫かな。ひなちゃん、たったらセクシーすぎるよ。エッチすぎる。あ、漢字間違えしてるな、これ。ね、入ってる。あ、SDN のほうテイトさんが入ってるのか、もしかして。うん、同じだよね、きっと。おしめし歌うなら私誰とペアだと思う、みんな。やっぱおきちゃんなのかな。おきちゃんとは一回やったことあるんだよね。すぎるかも、弱くのがあった。よいしょ。ちょっと待って、イントロがさ、なんか今まで歌ってた感じと違う感じすぎて、ちょっと笑っちゃうわ。ニヤニヤしちゃう。どうしよう。見せるチャンスもなく、愛しさは空振り、誘惑のがあった。ベッドのその上に忘れて帰るから、背中向けながらタバコを吸う。あの人の優しさが時にじれたくて、親友の彼女初めから知ってたくせに、ごめんごめん、ごめん、あやふやだ、この曲。ちょっとサビが来るまで待っててね、みんな。許してくれる愛の確かにモラル、愚かすぎる行動を誰かから指を刺されようと、愛してしまったこと、どうすることもできない、心を置き去りに今。エッチすぎる、エッチすぎる、この曲やめよう、みんな。なんかもうちょっとさ、優しめのエッチの曲ないの？
優しめのエッチな曲って何？自分で言っといて。なんだそれ。ねこれ略奪愛だからね。そう、もうあれですよ。あれだからあれだから。アイドルだからちょっと。この曲はちょっと今はセクシーすぎるから。あ、禁じられた二人とかやろうかな。ね、ちょうどいいんじゃない？ちょうどいいんじゃないこの曲。あ、二人が違うか？二人が漢字？あ、二人がなんだ？違うカラーでも。ないのかもな。ないのかな。ないかも。なんかある？あ、抱きしめられた。え、抱き。夜って入ってるこの曲なんか、ね、歌詞に確か夜って入ってるのかな。そう、抱きしめられたのぐらいだね。やっぱちょうどいい。ちょうどいい。あなたのことをただ見つめるだけで、ああ心が満たされて優しい気持ちになるよ。ああ真夏の夜はそう恋の頬冷めず、ああまだ昼間のキスが唇の上に残るよ。遠い花火見えないのに音だけ聞こえる。胸の奥に打ち上がった、あなたのすべて愛しい抱きしめられたら一瞬で燃えて灰になってしまうよ。このまま私が消えたってそれでも構わない。あなたに触れずに化石に大人っぽかったでしょ。大人っぽいなと思ったけど、こちらのヤンマググラビア、はい、左のバナの下の方をタップしてぜひご覧ください。なるべく延長をいっぱいしてね。お姉さんのお願いだよ。決まったな。これはもう絶対、もうこれは聞いた見たあなたはもう絶対延長するね。延長してたでしょ。おじさん鼻血出ました。おじさんティッシュあーっていう歌詞見たらさ、なんだっけ、シュワジャーメンのあーが思い浮かんじゃって、はぁーの方に言っちゃいそうだった。はぁー。なんか雰囲気似てる。あれをしっとり歌ったら多分、この抱きしめられたようになる。はぁー。うん、全然違う。あーって見たらもう、それを思い浮かんじゃった。
シロちゃんでもね結構ねセクシーに歌ってるんだよね。音源聞いてみてください。シロちゃんでもね花は誰のもののカップリング曲です。このまま私が消えたって、それでも構わないあなたに触れずに化石になるよりいっそ。何を歌ってほしいかな。ヒノフェスで9月で選ばれなかった曲を大体歌ったな。ちゃんとヒノフェスアフターって感じがする。ヒノフェスアフターライブって感じ。バラードがねやっぱしみるよね。この秋っていうのとさ、このなんかちょっと肌寒くなってきた感じとかさ、なんかこうバラードしみるくない、なんかね、シャワーの後だからジッパーセクシー曲縛りかい。セクシー曲縛りなのね、しみるよね。ダブルアンコールのが長いそんなことないよ多分。DIY ティーちゃん懐かしい。セクシーリーリーだ。夜明けまで働くのよ。教科書通りに。なんか応援ソング系を歌おうかな。やっぱ山がイベント頑張ってる最中なので。ねえ、何しようかな。MA のルートいいね。あ、ヘタレたちはもういいね。ティーちゃん、ティーちゃんでもいいよ、おめろ。わ、星の向こうが歌うか悩んだんだよね、それも。よくわかるね、私が歌うかも悩んでた曲を、みんな、コメントに打ちすぎじゃない？びっくりしちゃう。でも入ってなさそうだな。あれ、あれだもんね、ノーネームだから。入ってないんじゃないかな。わかんないけど。あ、入ってた。の向こう側ね、ね、歌えばよかったかな。まあでもいつでもね、またヒロフェスは続きますから。心のどこかに一つ星がある。
運命の人住んでいると教えられた。悲しい時には出たい望遠鏡、空に向けてまだ見えない愛を探す。遥か彼方誰かが気がついてくれたら、時を越えていつかはたどり着くいいかなって。間違いなくここにいるよ。目を伏せせても拒絶してるのじゃなく不器用なだけ。間違いなく待っているよ。忘れられても偶然がきっと重なった時、あなたに会えるはず。自分はどこにいるのでしょう。幸せそうに暮らしてればいいのだけど、5年後が見える。私にない臆病もの、遠い孤独、空気も水も存在しない。深い闇にいつしか椅子まで。だってここにいるよ。不安になっても絶望してるのじゃなく夢は見てるよ。いつまでだって信じてるよ。一人きりでも昨日とはまるで違う。いい曲。間違いなくここにいるよ。目を伏せてても拒絶しているのではなく不器用なだけ。間違いなく待っているよ。忘れられても偶然がきっと重なった時、あなたに会えるはず。はい、ドラえもんみたいな笑い声出ちゃった。ごほほほ。星の向こう側でした。しみるね、うん、ありがとう。
秋ってこういう曲聴きたくなるね。で、みんな、お大人への道とかね。そう、わかる。またあなたのこと考えてたね。ヒマフェスで歌わせていただきましたが、わかるよ、わかるよ。ねえ、どうしようかな。ヒマフェスの見れなかった人はさ、きっと今見てくれてると思うから、ヒマフェスのさ中でさ、もう一回歌ってほしい曲誰？ちょっと待って。いや、キーボードしまって。はい。あ、ダメだ。あれしようね。暗くしたら見えるかな。あ、見える？どうだ？ぼやけてるかもしれない。夕日が沈むソロ、夕日が見てるからか、君についてか、大嫌いなはずだったか、暗闇か、ダークネスか、暗闇求むか、君の第二章か、またあなたのこと考えてとか、夜風の仕業だったらみんなどれが聞きたい？日のフェス見れなかった人のために、今日歌った中で一回なんでいいよ。暗闇、うん、またあなたのこと考えてた、ラクネス、暗闇、夜風の仕業、夜風、暗闇、夜風、夕日、暗闇か夜風が多いぞ。夕日もないか、夜風かな、夜風が多いかな。いや、暗闇が多いか、アンケートするか。アンケートどうやってあるの。あ、できたできた。暗闇が一番で、2番が夜風で、3が夕日かな。どうぞ。1暗闇、2夜風、3夕日でお願いします。ちょっとこの辺が大きい。大きい。暗闇に夜風の仕業ね。夜風って何って感じで、夜風の仕業。ハンアハンアか、なんだっけ、夕日を見てるか、うん、ちょっと悩むねこれね。いい選曲ですか。はい、どうだどうだ。なんか平等に入ってる感じがするけど、切っちゃうよ。パチドゥ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 。おお、暗闇でした。2なんだった今、2なんだったか。あ、ゆかずちゃんね。じゃあ、クレーム歌って締めようかなと思ったけど、なんかゆかずがかわいそうなので、ゆかずは流し歌、あの1番までね、どっちも歌っちゃおう。結局なんだけどね、1番にまでにして、どっちも歌っちゃう。夕日はあのあれにします、 BGM、 壇上ランキング読むときの BGM にさせていただきます。太陽は水平線の彼方を目指して、あれちょっとどこにいたかな。すいません、あの行方をくらましてましたんで、はい、
びっくりしちゃって、あのどこ痛かったと思ったらありました。はい、お茶目な一面がちょっと恥ずかしい恥ずかしい恥ずかしいよ。太陽は水平線の彼方を目指して、あるが聞いただらかす夕暮れに、何かをやり残してるような悔いはないのか、僕はまだ帰りたくない。やりたいことやりたくないことやらされながら、理想と現実がごっちゃになっている日々。あの空とこの海がほら分かれてるように、交わらないものがあるってことさ。都会で暮らす友はもどしか見ていないらしい。やるせない孤独の時、泣き言を誰に言えばいい。夜よ僕をしじみするな、綺麗事では終わりたくない。生きることに傷つき、うろたえて無様でいたい。次の朝がやってくるまでに、今持ってるものは捨てよう。丸裸になって気づくだろう、暗闇のその中で目を凝らしてみれば何かが見えてくる。ことはないだろうこの夜風のシャードが入ってないってことはないだろう。なんて答え、夜風のシャードは入ってないか、もしかして、え、感じが違うとかある、夜風ないことあるかも、ちょっと待って、感じが違うのなんて、夜に風ないよね夜に風ないな、夜に風に、一気にその名前でチャレンジが来るかな。ヨーカーゼのシーファーザ、歌ってる人見たことある気がするのは気のせい。なんてこったい、ちょっと悲しい。いや、いやいや、いや、ない、ない、ない、この、ないよみんな、泣いちゃう。防波堤ジャンプもできない。フレンチキスさんで探したらあるかもしれないの。わかった、ありがとうね。ないので、なんか風ありそうでなかったちょっとないとかあるな、あると思ってたから、なんか何も用意してない、何も、何も最後みたいな曲あるか。あ、夕日やればいい、オッケー、じゃあ夕日入れるね、オッケー、夕日、ごめんね、夜風好きだったのにね、みんな本当に。夕日ある？
夕日もないなんてことはないよね。え、夕日、え駅ビザなんですか。え、言ったかな。いや、言うようないよね。一番最後、一番最後王に行ってアクアサタナアーマーヤ、あ、や、や、やがった、やった、や、やあたーん。一緒一緒。ちょっと夜風の仕業でなかったので本当に申し訳ないんですけど、夕日を見てるかな、夕日を見てるか歌いたいと思います。はい、あたあた今日のね、クラウのひなフェスも見ていただきありがとうございます。ちょっとツイートとかちょっと今見てみようかな、見てみちゃおうかな。 X の、ポスト今日がどんな一日だったかなんて帰り道考えるよね。悲しいことや辛いこともあるさ、楽しいことが勝ち越せばいい。家族や友達や周りの人に心配をかけたくなくて、ありがとう君だけが抱え込むのはやめて、季節の風の向き感じたり、足元の花に気づいたり、小さな出会いにそう感謝できたら僕らは幸せになれるんだ。夕日が沈む空を見ているか、時が過ぎるその背中は美しいだろう、yeah、 何の今日が終わり。あー、ごめんねごめんねごめんね、あのバッテリーがあと 20% だよって言われちゃったよ、ごめんなさい。 Yes, Ivo 急ぐ君は一人きり、どうして自分のことを褒めてあげないのかね、ちゃんと見てあげようよ。君が君らしく生きてること、いっぱいありがとう。みんなひなフェスのハッシュタグで見てますよ、ありがとう。ごめんね、フェス終わったとこ見るので、ぜひ続きも、続きこのアウタートークもぜひツイートしてください。はい、ではでは、そろそろ終わりたいと思います。皆さん本当に長い時間ありがとうございました。そしてね、最後にもう一度お願いを言うんですけれども、私岩田ひな山賀グラビア、関東グラビア目指して頑張っております。ぜひぜひ左のバナーの下の方をタップしてね、私の有料グラビアの方をね、9月30日のイベント終了までに、9月30日以降も、レンタル延長できますので、いっぱい延長してくれると本当に嬉しいでございます。今日もね、いっぱいみんながすごいツイートとかもしてくれたりしてるの見て嬉しいなって、思い出いっぱいでございます。左のね、バナーの下の方をタップしたらね、見れるので、一緒に夢を叶いましょう。そう、本当にね、みんなとならね、きっと、なんか今はね、中間発表で9位だったんですけど、でもみんなとならね、絶対叶えれるなってすごい信じてるし、信じたい、みんなのこと私はずっと信じたいなと思ってるから、
そう、一日一日でね、短いあっという間に終わる一日一日をね、みんなと一緒に、うん、この夢を目指して頑張っていけたらいいなと思っておりますので、イベント終了まで残り3日ということで、一緒に最後まで頑張ってくれますか？そう、信じるの大事、そう、みんなのこと信じております。私も頑張ります。あ、有料部延長しましたって、ありがとう。そう、今月もね、ひなフェス、そう、急遽できることになったからさ、ちょっとバタバタしちゃったんですけど、楽しんでくれましたかね。じゃあ最後にスクショタイムをしておりますね。可愛いんだよね、今日、今日のセット持ってやろうかな。これが可愛い、月なんだよ、ね、ちょっとぼやけてるんだけど、月なんですよ、月のライト。スクショにいいのかこれ。かわいい？かわいいかな？あとでひなフェスでツイートしてってね。私写真スクショのやつ保存してるから。そう、漏れてるやつ。みんな撮るのうまいから、ちゃんとすんごい斜めじゃん。なんでこんな斜めになっちゃったのーと。よし、あ、かわいかった、よかった。じゃあね、団長さん呼んで入りますね。あ、団長さんにちょっとかけてあげなきゃ、かわいそうだから。ちょっと本当は夕日だったけど、本当は夕日だったけど、またあなたのことを考えてたにしますね。よし、13位、こじこじさん、こじこじさんのことが好きなさーん。12位、八王子さん、うがって書いてる、八王子さんのことが好きなさーん。11位、つんさん、今日もひなたん素敵です、山が延長しとりやす、ありがとう、いっぱい延長しとりやすか。ありがとうね。10位、ひらつぶさん、ひらつぶさんのことが好きなさーん。9位、ドリンさん、山が最後まで応援してるそう、ありがとう、最後まで一緒に頑張ろうね。8位、のりしおさん、ひな山がグラビアしかと、確かにひなしか。ありがとう、ぜひぜひひなちゃんの山が歌い延長してください。7位、とんとひろゆきちゃん、とんとひろゆきちゃんのことが好きなさん。6位、瀬戸京太郎さん、 STU 握手会復活したらバーバー握手する、するよー。5位、ポンタさん、好きな歌たくさん聴けて嬉しかった、山賀も頑張ろうね。あ、よかった、ひなも好きな歌ばっかりだったけどね、山賀一緒に頑張ろう、絶対に関東グラビアしよう。4位、東京のスワンさん、時計のスワさんのことが好きなさーん。
3位さすお兄さん、さすお兄さんの方が好きなさん。2位アキーセブンさん、アキーセブンさんの方が好きなさん。1位がドロロロババーン、おばちゃんです。ヤンマガ関東グラビア掲載パーティーしたい。関東グラビアしたら絶対みんなでパーティーしようね、約束。飲もうぜ、かっこジュースね、お菓子食べようぜ、しよう、約束ね、したい。リンゴジュース飲んでお菓子食べてパーティーしたいね、頑張ろうみんなで。さあ今日もねいっぱい炎上してたよっていうね、さっきコメント見て嬉しかったよ。左のボタンの下の方をタップするとね、山が炎上できますので、ぜひぜひ岩田ひなの山が関東グラビア一緒に夢を叶えましょう。ちょっと歌っとこうかな。眺めながら何かしてないと、そいつの間にか同じ景色に迷い込むの、どうにもならないと分かっているでしょう。そんな自分をそっとなだめてる、見しさが追いかけてくる。青ざめた東の空、ねじりから溢れている涙はいつの日にか消えるのかな。もうあなたのこと考えない、きっと無理だと分かっている、それは叶わない、それがいいなのに、ずっと頭を離れないよ、またあなたのこと考えてた。窓の向こうを眺めながら何かしてないと、そいつの間にか同じ景色に迷い込むの、どうにもならないと分かっているでしょう。そんな自分をそっとなだめてる、はい、ということでひなフェスアフタートークもありがとうございました。アフターライブでしたね今日は。はい、ということでね、今日も一日スペシャルギフトコメント言えてない皆さんもいっぱいありがとうね。また呼ばれるかもしれないので、次の配信では呼ばれるかもしれないので、フォローしてない方はフォローして次の配信前に来てね。あと X とかインスタグラムとか TikTok とかもやっておりますので、そちらのフォローもよろしくお願いいたします。ではでは、一緒にヤンマガ関東グラビア絶対諦めず目指しましょう。えいえい、おー、ということで本日も一日アツピオンでした。みんなの方が大好きだよまたねー。さあ山がイベントと3日一緒に頑張ろうね。アツピオン。